アキリーズはイギリス海軍の装甲巡洋艦、デューク・オブ・エジンバラ級。アキリーズは1903.1904年度の建造計画で4隻の装甲巡洋艦の3隻目として発注された。1904年2月22日にアームストロング・ホイットワース社によりエルジックで寄港。1905年6月17日に浸水して1907年4月22日に 竣工し、建造費は119万1103ポンドであった。他の同系艦同様、アキリーズは1907年に第5巡洋艦船隊に編入され、1908年にはロシアを訪問した。1909年、第2巡洋艦船隊に転属。第一次世界大戦勃発数日前の1914年8月2日に、アキリーズは同系艦の国乱や、 他三隻の装甲巡洋艦と共に、セトランド諸島の防衛強化のため派遣された。戦争開始後、アキリーズの属する船体は、グランドフリートに加わった。アキリーズは1916年5月31日のユトランド沖海戦には修理中であったため、参加していない。第二戦艦船体を除く、太陽艦隊がその日の夜に出撃するだろうという、情報が、 暗号解読により得られたため、8月18日の遊国グランドフリートの一艦として出撃した。ドイツ軍は8月19日にサンダーランド砲撃を計画しており、飛行船と潜水艦による広範囲にわたる偵察もなされた。しかし、ドイツ艦隊は砲撃を中止し、飛行船から報告のあった単独行動中のイギリス戦艦船隊追跡に向かった。だが、 そのイギリス軍部隊は実際にはハリッチ部隊であった。そして間違いに気づくとドイツ艦隊はキロに着いた。グランドフリートの出撃中、アキリーズは U ボートを発見した。1916年10月18日になされた太陽艦隊の別の出撃の際は、アキリーズは他の3隻の装甲巡洋艦と共に北海北部ペントランド湾入り口から、 ノルウェーのハルダンゲルフィヨルドの間の海域を紹介したが、ドイツ艦船と遭遇することはなかった。1917年3月16日、アキリーズと武装林県船ダンディは、セトランド諸島北方で紹介中に偽装したドイツの仮想寿命艦、レオパルトと遭遇した。命じられるとレオパルトは停戦したが、ダンディからの乗り込みは阻止しようと動き、 そして2本の魚雷を発射したがそれは外れた。反撃に移ったダンディは、レオパルトの船尾を操作して、大損害を与え、アキリーズも砲撃を開始した。レオパルトは1時間後に沈み、生存者はいなかった。アキリーズは、戦団護衛に従事するため1917年8月に、北アメリカ、西インド艦隊に転属となったが、1918年2月から12月の、 アイダはイギリスに戻って改装を受けた。それが完了するとチャタムで機関員の訓練船となった。アキリーズは1921年5月9日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。